停電。停電とは、配電、電力供給が停止すること。主に需要化への電力供給の停止について言う。原因は様々である。電気は19世紀以後より非常に便利なエネルギー源として多くの文明がある地域で利用されるに至っており、多くの人がこれに依存した生活を送っている。このため供給が滞れば、これらの人々の生活が混乱する。 停電は、この電力供給が停止した状態であるが、減少ないし事件としては、この電力供給停止に伴って発生した混乱と、セットで扱われる。現在の日本では他国に比べて、電力供給が非常に安定しており、停電は、かなり少なく、その少なさは、先進国中でも突出している。2001から2002年における、 一般家庭の年間平均停電時間はアメリカ73分、イギリス63分、フランス57分、日本9分となっている。これは平成8年、1996年の改正まで電気事業法により各電力会社は電力を供給する義務が課せられていたことと電気に対し非常に高い品質を要求した消費者があり、 それに対し設備の設計上の工夫や増強、並びに停電復旧の迅速化などを絶え間なく言って、答えた電力会社の努力の結果に追うところが大きい。このため、社会インフラ、各家庭等でも、停電はないもの、あってもすぐに復旧するとして、停電用の備えをしていない場合が多い。日本でも二0 1年三月十一日の東日本大震災では大規模な停電を生じ、 その後、震災の影響による電力供給の低下により計画停電が実施されるなど、節電や停電への備えが社会的な課題となっている。開発途上国、貧困国では老朽化した送電設備や発電所の問題により、日に数時間停電するのは当たり前となっている地域も少なくない。かつてオイルショック時代のフランス等が、 早朝の送電を停止していた例のように、停電が計画的に実施されることもある。なお、日本の電力会社では、自然災害などの原因によって、一定時間以上の停電が発生した場合には、電気料金が割引扱いとなる、停電割引。現象は同じ停電であっても、その要因にはいくつかの種類がある。地震に関しては、関西電力が、 阪神、淡路大震災の際に7日間で、応急送電体制を作り上げたことが知られている。なお、日本などでは、電力供給が滞りなく、行われるのが通例であるため、計画停電を除き、電力会社側が原因で長時間、おおむね1時間以上停電した場合には、電力料金を割引く制度がある。しかし停電するのが状態となっているような地域では、 あまりそのような制度は見られず、ガスのように消費電力量のみによって使用量が請求される。停電では、一般市民の生活において、照明の他にも冷蔵庫、エアコン、電磁調理器、暖房、洗濯機などの生活家電が使えなくなる。テレビ、携帯用など乾電池、あらかじめ充電していたバッテリーで使用できるものは、除くパソコンも使えなくなるため、 情報が入手できないという事態に陥りやすい。また、高層ビルでは、突然の停電の場合にはエレベーターに閉じ込められるなどの被害もある。水道も、高層ビルなど、高いところにある貯水タンクに用水ポンプで水をあげているところでは、長時間の停電で貯水タンクが、水量不足の状態となり、断水になることもある。また、平地でも、上水道の加圧に、 電動ポンプを利用している地域も同様である。この断水は数時間程度で発生する場合もあるので、停電時は水の使いすぎにも注意したい。なお、日本では大抵、中水道と上水道という区分がないため、断水すれば飲料水の供給停止と同時に、水洗トイレも使用不可能となることから、一部では停電が予想される際に、 風呂の残り湯を捨てない等で自営する人もいる。その一方では、下水道も下水処理場の機能が停止するため、大規模停電では汚水処理に問題が出る。他にも大規模なものでは、信号機の停止などにより、道路の使用が妨げられたり、電源供給がなくなり、電車が止まるなど、交通が混乱する。また電話やインターネットなどの通信に支障をきたすこともある。 電話線には独自に電力を供給しているが、最近は高性能化により使えなくなることが多い。また光電話等は、宅内ルーターや校内交換機にも電力を供給しないと停止するため、蓄電池等がない場合は、使用不能となる。また、家電に組み込まれたタイマーや時計が一斉に停止し、設定内容が消滅したり、電力が復旧してもビデオのタイマー録画などが、 事前に設定した、所定時間に動作しないなどの状態となることがある。このほか熱帯魚や活魚を飼育している場合には、外部電源による電気製品は使えなくなるため空気の供給や水温の調整に注意が必要となる。家庭内の電熱器具、アイロンドライヤー、電気ストーブは電源をつけたまま停電となると、停電から復帰して通電が始まった際に、 使用状況によっては火災の原因となることがあるため電源を追っておく必要がある。タイマー内蔵機器については確認や再調整が必要になる場合がある。また安全装置、オートロック、火災放置機等については復旧確認が必要になる場合がある。人間の視覚では感知できないわずかな時間の停電、電圧の低下でも 情報機器を扱う現場や工場では大きな障害を招くことがある。2010年、平成22年12月8日午前5時ごろ、中部電力管内の愛知県、三重県、岐阜県で電圧低下が発生した例では、わずか0.07秒の時間であったものの、東芝の難度型フラッシュメモリ工場、 トヨタ車体の自動車工場などの操業が一時的に停止するなどの影響が生じている。停電が起きた際に重大な影響が予測される施設ではしばしば停電に対する対策が取られている。例えば患者の生命維持に支障を起きたす恐れのある病院や放送局、送信所、中継局も含む新聞社、観光庁などの施設では独自に発電。

ポケットテレビ、日本においては2000年代後半以降、ワンセグ搭載機が主流となっているを備えるケースも見られる。災害が予想される地域では、地域防災、自主防災組織やそのように共する防災倉庫にや、電力に頼らない炊き出し用の器具を備えるところも見られる。一般の家庭などでは、夜間においては灯0など、他の照明に明かりを求め、 停電が復旧するのが待たれる。なお、災害時を除く平時の停電を防ぐためには、常に供給が需要に追いつくことが必須であるが、需要側を細かく制御する技術は2013年時点では未熟である。東日本大震災による電力危機に際しては、需要の極大期に電力使用制限令が発令されるなどしたこともあり。 大口需要化の間でデマンドコントローラが普及するなどした。また、送電網単位での臨番停電といったスマートではない需要制限も実施された。小規模需要化をも含めて発電、送電、蓄電の能力を超えないよう、商品をスマートに抑制するための仕組みとして、2013年時点ではスマートグリッドの実用化に向け、小規模な電力網で、 実証実験が行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。